カチャンネルの動画ショー。あっちへ。あ、こんにちは、タカチャンネルです。今回は、仮面ライダーの T シャツを着てますが、ウルトラマンルーブのおもちゃを紹介したいと思います。本日7月7日、ウルトラマンルーブの放送スタート日です。第1話の感想を言いたいと思います。まず、ほんとね、コナミ感なんですが、面白かった。ここだけの話、ほんとね、かっこいい。二人の兄弟がね、ドタバタ劇でね、戦い方がわからない状態で手探りでね、戦ってる感じがね、すごくね、見ててね、歯がゆい気持ちもありましたがね、頑張れって応援したくなりましたね。グルジオボーンっていうね、怪獣をやっつけたんですけど、そのグルジオボーンを放った人物が誰なのか予想してみたんですが、ダークオーブっていうのが出るんですよ。ダークオーブっていうのがね、闇落ちした紅ガイじゃないかなと思ってて、紅ガイがね、そのグルジオボーンを放ったんじゃないかなとちょっと予想してみたんですけど、皆さんはどうお考えでしょうか。ポン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 ポーン。はい、ウルトラマンルーブについてね、追加なんですけど、オープニングテーマがね、すごくかっこよかった。素晴らしいね。歴代ナンバーワンじゃないかなっていうぐらいの、カラオケで歌いたくなるようなアッパーチューンでね、すごいね、かっこよかったです。オープニングテーマもおすすめです。はい、こちらがね、デラックスルーブジャイロです。光る鳴る。そう、ここにはね、ウルトラマンブルーアクアですね。そしてこちらには、ウルトラマンロッソフレイムですね。それぞれこのね、クリスタルを使って変身するんですが、ロッソの2本角で、青い状態のあのアクアにも変身、ロッソアクアにもできるし、ブルフレームにもできるってことですね。ドンドンドン、はい、ドン。そしてここには注意書きなど書かれてます。はい、かっこいいですね。やっぱりね、ブルもかっこいいね。はい、僕ロッソの方が好きなんですけど、どちらかというとね、かっこいい、両方ともかっこいい。なんかウルトラマンオーブに似てるなと思ったんですよね。最初見た時、目の部分がね、ウルトラマンオーブに似てるなと思ったんですけど、皆さんもどう思われましたかね。ぜひコメントでお聞かせ願いたいと思います。ルーブクリスタルをセット、レバー操作で2人のウルトラマンに変身、説明書のような感じでもう書かれてますね。角を2本立てたり1本立てたりして、ではめ込んでレバーを3回引いて変身できるってことですね。でさらにレバーを3回引くと必殺技発動とね、結構わかりやすいですよね。わかりやすい。であと別売りのルーブクリスタルも登場予定というわけです。箱の大きさを比べてみましょう。まずね、デラックスオーブリングスペシャルセット、はい、なんですけど、こちらはね、なんか参考になるかどうかわかんないんですけど、一応ちょっと持ってきたんですけど、箱の厚みが全然違うんですよね。あのオーブリング、デラックスオーブリングのバージョンだったら多分これと同じぐらいの大きさだったのかなと思うんですけど、やっぱオーブに似てますよね、目の部分がね。開封しましょうか。もう番組始まったばっかりの新商品をね、買ってきたんでね。じゃあどっちから開けようかな。これなんかね、箱がね、開ける場所がね、ブル側から開けるか、ロッソ側から開けるか、どっちかですよね。どっちにしようかな。じゃあやっぱロッソでいっとく。ロッソで、じゃあここから開けたいと思います。紹介し忘れてました。こちらにね、金のルーブクリスタルもございます。初回購入特典ですね。開けますよ。ここ止まってないよね。よし、オッケー。で、ここ下も止まってないね。いつものパターンでやっちゃうんじゃないかなと。なんかこう、あの、ビルドドライバーの剣があるから、ちょっとビビりながら開封してます。出します。さあ、いでよ。さあ、ルーブジャイロ。お、夏はウルフェス。ウルフェスのチラシが入ってますね。おー、これか。これですか。かっこいいね。かっこいい見た目ですね。いやーすごいね。持った感じ結構、重みはありますが、ちょっとこれいきなりもう回せたりするのかな。あ、できるね。あ、なんかこう、このレバー操作ですよね。レバー操作、これよく見てください。回ってますよ。はい、片側の力だけでも両方動きますね。はい、片側の力だけでも、はい、もう否応なしに両手が動いちゃいますね。スクラッチ、あの DJ みたいな感じですね。もう DJ チキチキチキラッチョ。続いてタロークリスタルです。こちら、はい、
タロークリスタル。そして続いて、はい、銀河クリスタルですね。火の力と水の力です。はい、ルーブジャイロのね、ここら辺とかね、すごいね、造形がね、しっかりしてますね。もう銀の成形色ですね。黒のね、塗装がね、あのテカテカした塗装がしてまして、なんかダイヤ的なねものがついてますね。あとここのレバーの部分、赤のねメタリックレッドが使われてますね。でここはメタリックブルーですね。はい、あと全体的に水色ですね。水色の成形色、一通り見渡すとこんな感じです。この模様とかもね、幾何学的な模様がしてますね。ここら辺ね、2人のウルトラマンを融合して戦ってましたけど、オーブとかジードはね。ですが1人が1つの力を使うっていうのね、いう感じで戦いますよね。そこが違う点ですよね。差別化されてるんですね、やっぱりね。ルーブのね、第1話のね感想をちょっとまた追加で言うと、あのやっぱりね、武器を使わずにやっつけたところはね、すごくね良かったグーでしたね。はい、水の属性が宿されてます。銀河は水なのかなって思ったんですけど、水色だから、ちょっと水色の部分が多いから水なのかなって思いましたね。こちらですね、こちらに電池を入れるスペースがあるんで、こちら開けてみましょう。溝を押さえながらスライドさせる方式の方がいいですね。ネジ穴式の玩具はちょっと嫌いですね、僕は。はい、僕は個人的に好きなのはこういう溝があるやつのが好きです。あのネジ穴がねボロボロになっちゃって開けられない場合もありますからね。よし、はい、電池入れ終わりました。電源を入れてみます。ここが電源ボタンです。はい、ここ電源スイッチオン。ここが発光するかもしれないんで、ちょっとこっち映しながらちょっと電源入れてみますね。おお、かっこいい、すごいね。ちょっとこの状態で回してみましょうか。あ、引っ張っても何も起こらないですね。はい、こう向けんのか。日本状態でまずやってみます。はい、日本状態でこのルーブクリスタルをセット。おお、いきます、引っ張ります。うわー、すごいっすね、これ。すごくね、かっこいい。音がね、ほんとね、感動しました。はい。じゃ、必殺技行きましょう。ちなみにスピーカーはここについてますね。すごいよ、ほんとね。発光の仕方がね、もう、あの、輝き方が違いますね。もう回転しながら、光る、回る、鳴るっていう、仮面ライダーのベルトみたいな感じで、すごくね、かっこいいですね。はい、綺麗だし、この虹色みたいな感じになりますね。必殺技いきます。すごい、あの敵をやっつけた時の音ですよね。やっぱりね、もう爆発音がすごくねリアルですよね。でここよく見ていただくと分かると思うんですが、ここあの点点点が点点点ポツポツポツがあるんですよね。綺麗に輝いてますね。
いやー、この紫色に最後光るんですよね。で、このクリスタルも光るっていうね、仕様ですよね。ほんとね、素晴らしい玩具ですね。突き出し部分をね、指で持って外すことができます。これで外せます。はい、ブルアクアに挑戦します。いきます。2つの面がね、別の色で光ってますね。緑と青で光ってますね。いきます。3回引っ張る。光り方が綺麗、本当に。じゃあちょっと必殺技いきます。いきます。アクアストリーム。はい、このような形です。はい、すごいね、回りますね。これ色も綺麗。はい、そして音声もね、心地いいですね。はい、これはいいよ。はい、金のルーブクリスタル開けて音声確認したいと思います。はい、金のルーブクリスタルにはオーブが描かれてまして、キラ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 塗装が施されてますね。日本円の円ですね。日本円の円。じゃあまずロッソ状態でセット。3回レバーを引きます。じゃあもう一回3回引いてみましょう。いきます。これスペシウムゼペリオンの音声ですよね。はい、改めて聞くとやっぱかっこいいですね。かっこいいです。はい、じゃあ行きましょう。続いて、ミナとカツミの音声ですね。はい、カツニーボイスが入ってますね。いいですね、やっぱり これは面白いですね。じゃあちょっと一旦外します。続いてブル状態でいきます。これ言い忘れてましたけど、特に変身音でウルトラマンロッソなんとかなんとかとか言わないんですね。はい、ウルトラマンブルーなんとかなんとかとか言わないで、ただスペシウムゼペリオンの変身音が鳴るだけっていう形ですね。はい、でも面白いですね。このボイスが聞けますからね。ボイスちょっと聞いてみましょう。いきます。ミナとイサミのボイスですね。いきます。いやー、いいっすね、かっこいいっすね。ちょっとね、やっぱ若いからね、ミナとイサミの方はね、声が高いですよね。はい、この状態でいきます。かっこいいですね。行きましょう。続いて、
かっこいいね。そして綺麗。ほんといいっすね、これは。あ、今度は二本角で、二本角で、水のクリスタルをセットしてみましょう。いきます。いやー、いいですね。このアクア、ロッソのアクア状態、もう、綺麗な音ですね。はい。綺麗な音になりましたね。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ルーブジャイロで遊んでみました。思ったのが、やっぱりね、結構でかいなっていう印象が、大きさが結構ありますね。で、やっぱり持ってみるとね、結構ね、重量感ありますね。色鮮やかですごくね、綺麗ですし、見てて飽きないですね。というわけで一通り遊びました。この変身ベルトみたいな感じでね、やっぱりね、回ってるんで、ここがね、回ってぐるぐる回るんで、やっぱ変身ベルト、仮面ライダーを意識してるのか、やっぱそんな感じがしますね。チャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。というわけでまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。